にちは、夢高ナビゲーターの井原玲奈です。今回ご紹介するお店はこちら、銀だこです。ソースのいい香りが食欲をそそりますね。楽しみ。それでは週刊夢高ナビスタート。週刊夢高ナビ、こちらにはたくさん種類がありますが、どんな種類のたこ焼きがあるんですか？そうですね、チーズ明太子とてりたまマヨネーズ、あとじゃあネギだこがございます。あと期間限定でネギマヨがございます。もうとっても種類も豊富なんですが、特に一番おすすめのたこ焼きを教えてください。そうね、オーソドックスなたこ焼きが一番人気で、プリッとしたたこが入って絶対にうまいたこ焼きになっております。じゃあ今日はその一番おすすめの絶対うまいたこ焼きを一つお願いします。あ、はい。銀だこで使っているのは大きめのたこ。そこに紅生姜や天かすを加えて熟練の技で手早く返していきます。最後に油で表面を揚げることで、外はカリ、中はふわふわのたこ焼きに仕上げています。まずは絶対美味しいとおすすめしてくれたたこ焼きをいただきます。外はパリパリで、中がトロットロですごく美味しいです。中に入っているタコもゴロッと大きいタコが入っているので、歯ごたえもバッチリですね。続いてはチーズ明太たこ焼きです。明太マヨネーズがたっぷりで美味しそう。それではチーズ明太マヨいただきます。明太子をたっぷりと使ったピリ辛のマヨネーズととろっとろのチーズが相性抜群でとっても美味しいです。そして今回はもう一品、人気メニューのクロワッサンたい焼きをいただきます。もうサックサクで美味しいです。表面にザラメですかね、お砂糖がコーティングしてあるのでカリッカリです。また中がミルフィーユ状になっているので、サクサクの食感を楽しむことができます。私の知っているたい焼きとは全然違って、スタイリッシュでおしゃれなたい焼きになっています。他にも銀だこには豊富な種類のメニューがあります。ぜひ食べに来てみてくださいね。中村さん、夢特1、毎月8の月はスタンプ2倍になっております。ぜひご利用くださいませ。それでは夢特2、期間限定商品でただいまネギマヨとクロワッサンたい焼きのショコラが出ております。こちらもチェックしてみてください。期間限定商品も続々登場しますよ。